どうもこんにちは、ゆきちかです。今日も映画内やっていきたいと思います。時間的にはこんばんはでございます。はい、今日も元気に映画内やっていきましょう。てな感じで声の感じ聞いたらわかるかな。前回の動画から続きで撮っております。はい、お願いします。今日は水沼で行きたいと思います。なぜなら水沼を使いたいから。はい、簡単な理由ですね。簡単な言葉できっと伝えたいことがある。これね、多分ね、一個ずつ開けていくのがどうかな。こんな感じだったら別にこれでいいや。いかがでしょう、しゃがしー。はい、秋の地区大会1回戦でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価しててください。いつもの通りですが、よろしくお願いします。コメントしてくれるとマジで嬉しいです。よろしくお願いします。本当にお願いします。お願いします。ペコリペコリペコリ、いきましょう。頑張っていってやっていきたいと思います。茨城バーサス高校高校、どっちが勝つかは俺のみぞ知る。後付け実況じゃないから知らんけど、危なギリギリ。後付け実況じゃないからね、知らないけどね。勝敗は、勝敗は俺もまだ知らない。 OK、 エラーいいね。これは素晴らしい。バントで1点取った。小技で1点はやっぱ俺の理想の野球の一つじゃ一つよ。やっぱぶちまけて1点も素晴らしいけど、やっぱとてつもなくかっこいい1点の取り方ってやっぱあるよね。どうあん、ミスったな多分。水沼ここは OK、 エロー2連続エロー。何かを誘う男、杉内さんすごいな。防御率も1点台だって。1年生の頃めっちゃ打たれたのにね。いつの間にかバカ安定してるんだけど。褒めたらダメなのかもしれん。怒って伸ばします。杉内さんダメよ、ダメダメダメよ。あ、 OK、 ゲッツー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 、ナイスゲットゲットゲット。それは五条の親友、ゴートゥーの戦友。行きましょう、杉さん。あ、おお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 、うまい。あぶなあぶなあ、うまかった今のは。予想してなかったね。取ってオッケー。港川イケメンだよ。イケメンじゃないな、目が大きいよ。水沼はマジで打ちます。背中石、ただでもまあノーパワーだしね、水沼は。まあいい8番になっておくね。なんなら水沼はおそらくレギュラーじゃないからね、来年は。そんな悲しいこと言うなよ。いつだって俺は君を応援しているんだ。走ります。あー詰まったね、どん詰まったね。おお、何今日なんかある、常時魔物状態。マジでなんか俺なんかした、怖っ。うまい、恐怖の8番出しちゃう。ナイス8番、ありがとう8番。今日も今日7番か。もうじゃあここはお祭り使って代打きます。いつもの代打陣の、まあ不調だけど、不調でも陣のファイト、ファイトを使うことによって普通になります。流し打ち、流しますよ。安心してください、流しますから。なんかこの防御率 0.00 ってさ、すごくムカつかない。なんでこんなに5点も取ってるのに防御率 0.00 ってものすごく苛立たしいのは俺だけ。打とうぜ水沼。あー防御率 0.00 だって。防御率破壊してやりてえマジ。ジンのはね、賞味、変えていいんじゃないかな。カジノ、カジノもめっちゃいいバッターなんだけどさ、さすがに、打者としての、レベルなら、ジンノの方が上だね、まだ。まあ、2年生ってのもあるけどね。大脇、ラキボ、ヒレマル。あ、大脇はそっか。別の使い道があるのか。魔物っていう。オッケー、水沼。うまいな、水沼。ハンドリングいいね。か、水沼にはそういう、水沼じゃないや。大脇にはそういう使い方があるのか。魔物要因っていう使い方があるのね。オッケー。で、工藤くんに関しては、途中から出てきた方が能力を発揮できるので、途中から出していこうかなと思っております。ちょっと走りましょう。はい、ナイス。もう、いつの間にか。通り過ぎていた暴走機関車。流しでいく、いや、いっそプルヒッテ、プルヒッテ。あら、ごめんなさい、内角ボール球だって。
りました。内角ボール球には手を出しちゃいかん。俺もプロスピでよく手出すけど、すごいな、レギュラー張っててもこんなに打てるのか。なんかさすが港川だな、マジで。なんか代打の神様は格がちげえわ。代打の神様マジ格がちげえ。そして今日はね、こっからごめん、ナメプじゃないから、マジ一人も出してね、急成長使って。打ち取るなら打ち取っていいんだ別に。そうだよ、あー打ち取れるなら打ち取っていいよって感じ。いいよね、なんかパープロは慣れないポジションでも全然守ってくれて、最低限守ってくれるもんね。ここを変えます、適当に出します。でここでなんと店を出します。豪華でしょ。店を出すことによってなんと太郎にキャッチャー B が働きます。そうするとどうなるかって、太郎の投手能力が上げる、イコールここがゲッツーが取れる、そして太郎がかっこよくなる。いいね太郎、ナイス太郎、素晴らしきかな太郎。で太郎を変えますと。でここをピッチャーに、いや違うな、ここをピッチャーにしよう。普通にまず工藤組んでいきたいと思います。ジュニア、これで緊急登板が働いておりますと。緊急登板が働いていることによって能力がめちゃくちゃ上がっております。そして揺さぶるの効果でもう最高になってます。 OK、 で最後に1人小倉をこっちの事情で出しに行きたいと思います。三原はいいです。正直今残ってるメンツはそんなに出しても美味しくない。守備能力褒める、まあ、代打だからね、別にそんなに打たなくても俺は怒らないんだけど、代打の成績が良すぎて陣のマジ神。小倉、はい、水沼、水沼ありがとう、ありがとう水沼、あざあざ水沼、このまま面白い、レッツラゴー。さあ始まりました、2回戦でございます。なんか個人的にはなんだけど、サードのサブ文字持ち増やそうかなって思ってる。福山今日も出てるの、今日ってか2、すごいね、すぐ出てるね。福山って男がやっぱすごくなってる。もともとねワンチャンレギュラー落ちるかもっていう当落戦場の選手の一人ではあったんだけど、まあそういうの吹っ飛ばしたね。もう全てを超越して、え、なん、何やって、危ねえ。福山今もしかして高橋を生かせるためにわざと、かっこいい、福山が好きになっちまった。ありがとう高橋。高橋も今の福山のさっきのプレーに応えて、あ1点取られた、足がしびれた、座り体勢変えた。よしじゃ転がせていきます。1本ぐらいやっぱホームラン打ちたいかな。あらまあパワーとか上がってないから仕方ないけど、3安打猛打賞です。1打席目はヒットと数えていいのか分かりませんが、記録上はヒットなので一応猛打賞です。港川がやっぱまあ代打から落ちる、代打から下がるとやっぱ打率は下がっちゃうよね。それでも3割5厘打ってるから、下がったうちには入んないんだけどね、ほとんど。マジですごい、1打席にかける思いは誰よりも超えています。で今日は6番に上がりましたカジノです。打てるかな、なんか打率がめっちゃいいからと思って、あー上げすぎ、いい当たりすぎ、当たりすぎるとね、いい当たりすぎると良くないのよ逆にね。まだ働いてる、いやもったいないからもうここ使っちゃおう、ま、お任せできます、お任せお任せ。0割6分8厘、もうちょい打ってほしい。まあでもこれでナイス進塁だ、実質バントよ。で福山マーシャ正味、ここは転がせるんじゃないかなと思ってる。長いシーンなんだけど、本当は転がせ7の方がこの場面は強い気がする。落とせ、珍しく転がせ7が働かなかった。これ1点はマジで1点を守りに来なきゃいけない。しばらくナメプはできん。いいコース杉内さん、やばい、点取られない、点取られたくない、点は取られたくないんだ。やるしかねえ、フォーメーション G 発動。フォーメーション G とは、解説しよう。フォーメーション G とはゴキブリのように生産力を高めてやっていくことを指すのだ。全然追いつかなかった。フォーメーション G 成功、 OK。 そのしぶとさゴキブリのごとく、その真っ黒さゴキブリのごとく、走りまーす、はい OK。 2人の急成長ってか太郎の急成長が使えねえマジ。よしここは行きましょう。
クリックいい。ソウル、肩は？ああ。三刀も選択肢。外されちまった。セーフ！セーフ！絶対今のはセーフ。納得いかね。リクエスト。リクエスト。マジで今のはセーフよ。マジセーフくせえもん。いや、マジでセーフっぽかったけどな。なんかちょっと納得いかないよね。納得いかねえって言ってもどうせ見てくんないんだけどさ。なんか納得いかないよね。杉内さん。オッケー。フル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 。バカ野郎！危ねえ。カジノのファインプレイよ、今のは。一点も取れたくありません。一点も取れたくありません。前進守備です。マジで一点も取れたくありません。うん、やっちまったやっちまっただごめん、ここは正直いいピッチャーが杉内さん以上にいないのは知ってるけど、マジで、この場面の杉内さんので代打出すよりは、代打の神様出した方がいい。いやー、流し打ちかな。ここの場面、お任せで行ってもいいけど、なー、迷う、迷う。お任せ強振。あー、やっちまったー。今のごめん、神様、オッケー。神様、神様で、ここからもう一人いきます。ダイソーの神様、三原陸上部です。オッケー。いいよ、もうプレッシャーが持ってるからね。しかも完璧で、マシャ本当はセーフティー期待する。あー、やっちまった欲が出た、マジ欲が出た。で、ごめん、高橋に関しては正直セーフティー2の方が成功するんだよ。マジでこれが高橋という男。この太郎出てくれ、任せたよ。太郎、あれがあそこでちょっとマシャが 送れなかったから俺のせいだ。いや、ここは大エース出しとくか。小倉、大エース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 小倉、マジでエースになれ小倉。一皮むけろ。オッケー、いいぞ。一皮むけて、二皮むけて、栗になる小倉。小倉が小栗になる瞬間よ。池パラ出れるね。行こう、頑張れ。オッケー、うまい。いいぞいいぞいいぞ。肩弱、カジノ、カジノ肩弱。よし、外角外角、オッケー、うまい、うまし。よし、決まった。うましが降りてきました。青木さん4番張ってるからね。あ、阿部飛軍団で点取れんだったら仕方ねえのよな。もう赤津やつかんぼちか、抑えのエース、エースが出てきた。ここにてエース、ここにてエースが出てきた。じゃあ厳しい戦いになってきた。エースか、いいさ、エース大歓迎さ。俺らが全力を持って叩き潰してあげようぞ。なんか打てる気がしない。はい、打てる気がするって思ったんだよ、なぜかな。小倉で行けるところまでは小倉で行くか、小倉で行くか。あばい、切れて、やっちまった。小倉タイピン使うか、なんなら伝令使う場所ここなんだよな。伝令使い切ろう。いや、先にものすごく盛り上げる守備伝令使うで、低めでいこう。低めでいく、一人は切れる。マジここ次第。オッケー、オッケーオッケー。4番を正直歩かせるのもあり。5番どんな感じ、正味。あ、言うて5番の方が怖えのか。であれば小倉はここまで、ここ投げよう、歩かしてもいい。オッケー、いいぞ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 。もう一人切ろう。ここはどうだ。いや、こいつは正直歩かしても全然いいぞ。あ、6番もいいピッチャーだわ。あ、いいバッターだわ。
臭いところ、オール臭いところでいく。やべ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 、次のバッターは、あー、いやー、怖えーけど歌、頑張れ小倉、取れる、危な、危な、怖っ。水沼熱血使っても足りんな。代打、誰行こう、代打かんのか、違うな、亀岡だな、亀岡出すことによって、あ、ごめん、お祭りだと思った、これならあり、いいよいいよ、亀岡、あー、ダメか、能力はマジ高いんだよな亀岡。小倉も代打行こうか、正直もう代打っていう代打がいねえのよ、菅野マジで代打っていう代打がいないのが本音なんだよね。流すしかねえ、流します、流しを信じる、マジで2試合目が激アツすぎる、ひゃー、マジで頑張るしかねえ、流そう流そう、いけるか、なんかめっちゃインコース攻めてきてんだよな、いやらしいなこのピッチャー、このピッチャーいやらしいな、もうね出せるピッチャーがいねえのよ、大脇頑張れよ、下位打線だし、下位打線だし、頑張るしかない、マジで頑張ろう、気合入れて、気合入れて、全力で投げて、気合入れて、オッケー、大脇お前がエースになる時だよ、お任せでいく、お任せ、よくないけど、いや一球使いよう、ここ臭いところ、臭いところ、オッケー、9番だから、次下位打線は大脇一人で投げ切るっていう意気込みを出してほしい、緩急で2ストライクまで、あー、オッケー、小さなく前に行けた、これは大きいぞ、流れ来てる、次天才人だから、タロタロ青木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 、タロタロ、大事、ここ大事、大事、あー入れてきた、入れてきたんだろ、打たせよう、頑張れ、うまいけど、いや、タロタロ青木で点取れなきゃ負ける、うちはタロタロ青木で点取れなきゃ負ける、タロタロ青木、タロタロ青木、タロタロ青木、タロタロ、タロの一角は後ろだった、オッケー、ナイスタロ、オッケー、走る走る走る、地獄の果てまで、お小遣いあげるかな、もう一ついってほしかった、まあ、実質二塁だ、さすが転がせ、青木さん、マジここで変に三投するよりは転がせにかけた方がマシ、落とせ、三塁行ったね、宮本川だね、宮本川お前この場面しびれねえか、しびれねえか、今までやってきたどの場面よりもしびれ、宮本川で点取れなかったらもうダメだ、やるしかねえ、いや、やば、やば、お任せしかマジ投げるやつがね、投げ、オッケー、よく抑えてるマジで、大脇が奇跡だよ、大脇が抑えれてるのがマジ奇跡、明日今日よりも好きになれる、溢れる思いが止まらない、おお、今もそんなに好きでいるのに言葉にできない、決めてくれた意味が積み重なり、マジでマジで慎重に行く、ここマジ慎重に行く、マジ慎重、バカ野郎、バカ野郎、いやー作戦が変わった、今のもうここでスクイズの予定だった、粘る粘る粘る、
粘る。身長打法、引っ張り。OK、ナイスエン !OK、これで作戦整った。さよなら男は意味がない。店がいる。ここに店がいる。そう、このために俺はバント丸を覚えさせた。ってことにしといて。熱血。フルスイングして今。フルスイングしといて。バッターボックスで。バッターボックスで。いきまーす。うまい。使ったー。この1点が多分変わる。この1点で全てが変わる。大脇実は打てる子だよね。ほんとね、緊急登板を働かしたいんだ、俺は。作戦、俺の。なんならいい代打いねえし。大脇にかけた方がマシ。オッケー。ピッチャーもこれでいなくなる。大脇1人投げようか。大脇1人投げようか。守備ガッチガチにしようか。守備ガッチガチにして、これでいいや。ガチガチになってた。で、ここさらに固める。いや、違う。ここはいいや。ゲッツーシフトで、一回緩急。オッケー、ゲッツーゲッツーゲッツー見せんなよ。オッケー。で、最後にピッチャー。工藤。ジュニア。ジュニアマジ大事、ここ。一回、年齢使っとこう。スタメンの年齢。くせ者。これで緊急登板が働いてんのよ。俺の作戦通りなら、ここを抑える。抑える。マジで。勝った。マジで。マジで強かった。手に汗握りすぎた試合でした。手に汗握りすぎた試合。いや、マジ手に汗握りすぎたわ。もうなんかよくさ、手に汗握る接戦とか言うけどさ、もう手に汗握りすぎるのもよくない、マジで。心臓に悪い。心臓捧げてどうすんのよ。俺、進撃の巨人じゃねえのよ。エレンじゃねえのよ。全部仕組んでたわけじゃないから。マジで怖え。マジ勝ったことに感謝。すべての食材に感謝を込めていただきますよ。いやマジ怖かったね。山北が広島。ドラゴンズ我が。ジャイアンツ江田さん。チカちゃんヤクルト。重松阪神。いやー怖かった。ここまでマジ怖かったね。鬼怖すぎたね。怖すぎてどうしようかな思ったね。いやー最後に、この野球選手を2回止まって、また皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。ここ、青木さんが盗塁いい、でかい。最後に、神で決めます。俺、神だなって言われます。俺、神です。私は神だ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 。ありがとうございました。またねー。